海王ネオに行こう。ミシロンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、なおです。本日こちらやってきましたのが太陽ネオ高岡店さんです。今日が8月20日ということで新代入れ替え2日目、そして20日ということはリトルホワイトの皆さんがはいやってきましたリトルホワイトの女の子たちが応援来店しているんですよ。イエーイ。じゃあ今日はですね、このリトルホワイトのメンバーに囲まれながら私も実践頑張りたいと思います。じゃあ実践機種見ていきましょう。いくよ。はい、それでは店内やってまいりました。先ほどもお知らせした通り、今日は新代入れ替え2日目ということで話題の新代も入ってるみたいです。新代や人気機種、もうどれから見ていこうか迷いますね。海、新代行ってきたいと思います、はい、そしてこちらがスロットコーナーに新しく加わった機種、こちらから戦後コード名マジカルスイートプリズム7ガレージゼロゼーガペインが仲間入りしたので、ぜひご遊戯してみてください。マジカルスイートプリズム7。はい、こちらスロットコーナー北斗の剣のコーナーやってまいりました。見てください、目玉もたくさんで皆さんとっても真剣勝負に勝っているようです。私もちょっと真剣勝負したいなーなんて思ってますね。こちら4円パチンココーナー大人気のガロファイナルです。今日もビッグフェイスオブガロが至るところで発生してますよ。皆さんもぜひ楽しんでみてくださいね。はい、こちらが太陽ネオ高岡店さんの1円パチンココーナーです。ずらっとここだけでなく、こっちも、そして奥も3ボックスありますので、こっちに機種一覧もあるから、ぜひ好きな台を探してください。沖縄3のコーナーです。お客さんもこの通り大きい目でとっても楽しんでいます。もうさっきからですね、至る所でハイビスカスフラッシュの大きな音が聞こえてきて、私も今からハイビスカスフラッシュ出したいと思いますので、応援よろしくお願いします。そうですね、今日迷いますけど、やっぱりリトルホワイトの女の子の衣装見ました？あれマリンちゃん、おそらく、いやマリンちゃんなんですけど、マリンちゃんだと思うので、大人気のスーパー海物語 in 沖縄3をちょっとね打とうかなって思いますね。そうですね、意気込みですか？やっぱり大当たりは絶対したいと思います。そしてパチンコだけでなく、やっぱりスロットも打ちたいなって思うんですけど、スロットだと北斗七星、やっぱ北斗かなって思いますよね。あ、私ですか？私はもうなおなおって言うんですけど。はい、はい、それでは実践機種決定しました。今日私が実践するのはこちら、スーパー海物語 in 沖縄3です。まあ、先ほどもね、最初もマリンちゃんの浴衣に扮したリトルホワイトのメンバーがいたので、やっぱり今日はね、パチンコ打つならスーパー海物語に沖縄3じゃないかなと思ってこれを選びました。はい、今日のこちらの台は、まあ、大当たりまだ0回ということでね、今から頑張って大当たりスーパーラッキーをゲットしていきたいと思います。今日もいつもと同じ1万円で頑張ってよ。頑張るよ。じゃあ行きたいと思います。実践スタート。それでは実践していきたいと思います。
まずね、モード選びましょう。ストップ。マリンモードで。レッツゴー。じゃあマリンモードで行くと思います。チャンス目前兆予告。2回目。おいで。ピーチ。マリちゃんリーチ。マリちゃんリーチ。ここまで持ってきたよね。ここまで行け。伝承加速、伝承ピヨーンピヨーン。どこに行くの。ピーチ。ですね、今5000円使ったところでちょっと私の打っていた台が波が弱いかなと思ったので大移動しました。ちょっとこれ471回転ということでちょっとハマってるんだけど、まあそろそろ来るんではないかなと思いますので当てたいと思います。スーパーラッキーゲットしたいと思います。はい、ビスクスフラッシュ乗ってくれ。お願いします。あー全然当たらないよ。あと頑張るね。ヘイヘイ頑張るぞー。あー、ブシャル魚群タイムまで、あ、まだ始まってないけど魚群タイムがあと45秒で始まるということでね、やっぱりこちらのスーパー海物語に沖縄3スペシャル魚群タイムを体験しないとダメです。スタート。スペシャル魚群タイム終わっちゃいました。最後の望みを。ぐぬぬ、我が願い届かんというのか。ダメでした。はい、今のところパチンコのスーパー海物語 in 沖縄3を実践していたんですけれども、まあいいものが見れず大当たり今のところゼロということで1万円が終わってしまいました。まだまだうち足りないのでこのおねだりルールを使ってちょっと軍資金増やしてから次はスロットに行きたいなって思っております。じゃあ回しますか。 OK 行きますよ。お願い。何が出るかな、何が出るかな。デルルル。あー出ました。あ、また自分の財布から5000円、自分の財布からまたまた5000円を出して実践再開していきたいと思います。頑張るぞ。はい、先ほどおねだりルーレットでゲットしたんですけども、自分のお財布から5000円ということでね、自分の財布またまたこの財布が出てくることになりました。そして今回は先ほどパチンコだったんですけども、次スロットにスロットしようじゃないかということで、スロットの北斗の拳転生のショーでね、ちょっと一発当てちゃいたいと思います。まあこういう感じでちょっともうそろそろね、今日青当たり大当たり見ないとそろそろダメかなと思うんで、この自腹の5000円で頑張っていきたいと思います。3、4、まあね、この5000円で何とかして真剣勝負勝ちたいと思います。今から
ら、アベシいっぱい貯めて。アベシまた欲しい。いきまーす、レッツゴー。炸裂ランプ入った。波動で
と真剣勝負玉がね、あと1個しかないので、えいこれで勝って真剣勝負玉をゲットされる。真剣勝負玉増えないな。真剣勝負玉どこ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 、ご覧の通り魚群も来ず、いい演出も来なくて大当たりが0回だったということでですね、まあおねだりルーレットで5,000円、かっこ自分のお財布から5,000円ゲットしまして、そこから気になっていたスロットコーナーの北斗の拳に行きました。それでなんと見たものはキリン柄、キリン柄だったんですよ。キリン柄、皆さんキリン柄出ましたよということで、キリン柄を出して等身演舞ゲットすることができました。いや素晴らしい、キリン柄素晴らしいですが、まあ2連チャン2セットで終わってしまったということで、出玉は全部飲まれちゃいました、テーペロ。まあということでね、今日は、まあ、海ダメだったけど北斗が出たのでよしとします。今日もありがとうございました、楽しかったです。はい、そして私なおなおからお知らせです。来月も今日私が実践したスーパー海物語 in 沖縄3、とても楽しくなるみたいなので、ぜひご遊戯してください。そしてパチンコだけでなく、スロットコーナーはなんと新しい機種も入りましたので、そちらもスロットコーナーもぜひ皆さん楽しんでくださいね。はい、今日はもうお腹いっぱいなので、もうおいとましたいと思います。それではさようなら。今日はエレベーターで開けごーま、あれあれあれ、おい、じゃさようなら。